メリカのオフショアバランシングとかの戦略とかっていうのはもう随分明らかになっちゃってるわけで、統合エアシーバトルとか、うん、だけれどもあの伊波洋一さん、今度さっきの今井絵理子さんとか、はいはい、島尻愛子さんと、今度逆にオール沖縄で対抗して出馬する伊波洋一さんは、うん、あの去年は私たちがやっている、1年に1回シンポジウムやるんですよ、共演という、そこにもご登場いただいて、そのあとインタビューもやったんですけれども、ものすごいこの戦略研究をしている方なんですよね。あの沖縄にずっといらっしゃったから、米軍の戦略研究もしてて、でもうあのオフショアコンエアシーバトル構想じゃなくて、オフショアコントロール、オフショアバランシングではないんだというふうに言うんです、うん、それがアメリカの国防大学の研究所のハメスさんというこの人、上級研究員が提唱しているものなんですけど、もうオフショアコントロールっていうのも、とにかくアメリカはですね、もうお金がないからできるだけリーズナブルにやりたい、でもう遠方に一歩引いちゃって経済的な封鎖を行うだけで、限定的な戦争を行うと、でこれはあの主体はもうアメリカはかからない、もう日本にやらしちゃう、で中国に戦争目的を達成したと宣言させ、中国に勝利の花を持たせて戦争を終わらせるるって、ここちょっとこういうふうに書いてますけど、終わらせると言ってるんですよ。つまり中国と日本が戦争するんだけど、決意は分かっていて、限定的な戦争は日本の敗北に終わって、中国に勝った勝った、俺たちは勝ったと言って花を持たして、はい、なんていうか、あのじゃあっていうふうにやるんだけど、それ以前の例えば台湾との国境とかそういうものはそのまんまということなんですよ。その代わり国境元通りですけど、中国に台湾の併合も認めないけど、日本列島はあのまあ核っていうことを言ってるのはこっちはあれだけれども、どの程度日本が廃墟になるかとか、あの攻撃を受けてボロボロになるかということは、まあ、ほとんど預かり知らないって話なんですよ。あ、そこまで書いてらっしゃるんですか。もちろんだって原発のその被害、いやいやいや、だからそんなことについて、あのなんていうんですか、すごい懸念を示していないってことです。あ、なるほどね。そのことで日本はあのアメリカがどうなっちゃうかじゃなくて、一あの唖然としたのはですね、あの中国あのこれまでのエアシーバトルだと、この近海からですね、中国の方にこれ爆撃をしていくわけですね。そうすると沿岸部にインフラがあるじゃないですか。でこのインフラっていうのは ものすごいこの今発達したインフラですけど、同時にアメリカの投資も入ってますよね、うん、でもう戦争後のことをやる前から考えておいて、このインフラは中国の沿岸部のインフラ非常に大事なんで、これは傷つけないようにしよう爆撃はしないでこの海上でやるで、日本にやってもらうで、アメリカはそれはあの痛い思いはしないで、適当なところで仲裁になって中国を勝たせる、そして中国のインフラを傷つけないって書いてあるのに、日本のインフラを傷つけないようにしよう、日本大事だって全然書いてないわけですよ。もう信じがたいんですけど、この米中戦争は絶対に経済に打撃を与えちゃうし、中国との武力紛争は長期化してしまうしね、だから何といってもやらせてはいけないし、核米中の核戦争には絶対にエスカレートさせない、うん、させないということです、ね、させない、うん、なるほど、紛争のエスカレーションをさせないと、とにかくこの封鎖をするだけだから、この思い描いている通りにはならないですよ。でもあまり本気な話に感じないんですけど、とにかく基本はアメリカはやらないんだけど、日本にやらせるってことですね。なるほどなるほどなるほど、いうことなんですね。でこう、まあ、作戦順位とかっていうのは、まあ、排他的な海峡を作ってとかね、こういうことなんですけど、決定的な勝利を求めるものではなく、効果的に目的を求めるものなんだということで、とにかく核戦争へのエスカレーションを抑制して、中国は紛争を収拾した方が賢明であると判断させて戦争を得る、最終的に中国に戦争目的を達成したと宣言させ、中国に花を持たせて戦争を終わらせると、これはその文書を抜いてきたものです。実際に言ってるものです。これをハメスを防衛省は招聘してるんですよ。で招聘してあの教えを請うて、さらに開館校論文でもですね、ハメスのこのオフショアコントロール論文を紹介して、それで我々は、まあ、何でもそうですけど、我々はそれを下請けとしてどのようにこなすかということを書いてんですよ、うん、防衛省。中国に花を持たせるって、これ要するにあの中越戦争の時でもベトナムに対してほら朝着したと、懲らしめてやったっつって、まあ、引き上げるわけですね。ああいう中国のプライドは大事だから、うん、中国の日本のプライドのことは一言もないですすごいあの同盟関係じゃないですか何のために
ですね。で、日米核同盟はどうなっちゃうのかな。なるほど、いやいやいや。っていう話ですよ。